はい、フリーレイター、熱川あって過ごするひまでです。平塚正幸さん襲撃予告。6月21日、選挙戦は終われ都知事選挙来るの来ないのということでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、何があったんだという話なんですけれどもですね、えー、実はあの、平塚正幸さんにですね、えー、襲撃予告が出てしまいました。 はい、襲撃予告というと都知事選挙ってなると、まあ、あの桜井誠さんやねあのそういう予告っていうのが多いというので毎回話題になるというか、まあ、前回話題になったんですけれども、まあ、今回ね桜井さんあまり凱旋してないので、まあ、あのバーチャル凱旋といってあの えー、そのこの写真との前で本人が喋ってるように合成されてるもので、えー、やってるんですけれどもね、まあ、今回なのであの襲撃の仕様はないのかなとまあ事務所の場所も公開してるのでまあ,あのやろうと思えばやられるんでしょうけど、まあ、事務所を襲撃するってのはねなかなかあのうんないのかなという話ですけれども、うん、まあさておきですね、えー、なんと平塚正幸さんにも襲撃を受けてたと、えー、とりあえず引用しましょうよいしょこれなんですね ターゲット平塚これだけだと何残っちゃという話なんですけれども、まあ、あのコロナに関するツイートコロナに対してあのそんなのおかしいみたいなツイートに対してですね、えー、おかしいちょっと待ってくださいねえー、となんだっけあまあコロナにかけふざけてるのかとこの平塚さんの頃の死をふざけてるというふうに言われた、えー、ものに対してこれを つけけてるわけで、すよねでこれなんですけど、これだけだとまあ何のことかわからないんですが、画像がですね、ついていて、お前を殺すと書かれた漫画の画像を添付しているというところなんですこれに対して平津さん、どういう反応されたのかというとですね、えー、明日二21日の凱旋予定は、凱旋は15時吉祥寺、17時西国分寺、19時立川。 あ全部駅がついてますね。すみません。駅がついてます。はい。待ってるよということでですね。あの、煽っていくスタイルという <laughs> 感じなんですけれども。うん。まあ、あの、来ると面白いですけど、本当にね。この、ザンヤスさんって読むのかなザンヤスさんという方が、あの、つぶやかれてるんですけれども、この人はもう来ると面白いよねっていう感じなんですね。まあ、この方は古くからツイッターされてる方みたいで、2017年の3月からされてるみたいですので、まあ、捨てやかとかではないでしょうからね。ええー、ぜひとも。 ぜひともですね、あの、本人、あの、来いって言ってるので <laughs>、あの、行ってね、え、一緒に話してみてはいかがですかね、ふざけるなと。自分の思いのだけをね、平塚さんにぶつけてみてはいかがでしょうか、<laughs> ということはあるんですけれども、あのですね、あの、今回ね、その大事にはならなさそうではあるんですけれども、あの、平塚さんもこういう対応してるのでね。ですが、えっと、ちょっと真面目な話なんですけども、これ、あの、ちょっとシャレにならない話でして、 あの選挙妨害にもなるので公職選挙法違反にもなりますし、これはあの脅迫にもなりますので、あの殺すって書いてしまっているので、殺すと書かれたものを、えー、添付しているので、ターゲット平塚正幸って言って、お前を殺すって書かれてる画像を添付したら、これ、殺害予告になりかねない話ですよね。選挙妨害にもなるし、えー、脅迫罪にもなりかねないと。 いうところですので、えー、皆さんですね、こういうことは真似しないように、えー、くれぐれも真似しないようにということでね、えー、よろしくお願いします。まあ、あの、今回平塚さんがこうやって待ってるよって言ってるぐらいなので、まあ、あの、深刻には受け止めていないのだとは思いますけれども、まあ、あの、ね、ちょっとね、あの、こういうのはね、気をつけないとまずいですね。これ、平塚さんだけじゃないです。平塚さんだけじゃなくて、他の候補者の方相手にでもダメです。どの候補者に対してやってもダメですので、 であの今回あの、そういう意味で、いろんな意味で、ね、話題な候補が多いですけれども、まああのね、宇都宮健事さんとか山本太郎さんとか桜井誠さんとかあの、一部の人に嫌われてる候補者もいますが、がですよ、絶対にこういうことはやらないように、ねえー、してください。えー、ちょっと謝レにならないです。本当に謝レにならないので、うん、あのもうあの候補者が、ね、被害届を出したらこれあの、罪が成立する可能性も結構ありますので、ねあの、やめましょう。 ということでですね、よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーライトのいつか笑って過ごせる日まででした。